こんにちは。株式会社麦蔵販売促進課の倉井です。今回も私たちが普段行っている仕事の様子をご覧ください。はじめにお客様と打ち合わせた上で要望に合わせた設計図を作成します。お客様にとっての宝物をまずは図面に書き起こしていきます。次に設計図通りのものを作れるように材料を手配していきます。中には職人が一から作ることもあります。職人とも十二分に打ち合わせを行い、設計通りに作れるようにします。そして設計図通りに施工をしていきます。職人の手により平面だったものが立体へと形を変えていきます。こうして私たちはお客様に麦蔵に出会えてよかったと思っていただけるように日々仕事に励んでおります。まずは社員ダービーの決勝戦からです。こんにちは、レフリーを務めます与田貝です。ただいまよりスポーツスタッキング決勝を行います。誰が栄冠を勝ち取るのかご覧ください。準決勝 A ブロックです。麦蔵のマドンナ松浦さん、反則のドン手塚課長、歩く太陽淳二さん、宅地の狂犬立川さん、用意。決勝進出は松浦さんと手塚課長です。準決勝 B ブロックです。麦蔵一の大御所山越次長、我らが代表手塚社長、反則の姉御羽根石さん、ジャーエールお兄さん森田さん、よい。では決勝戦を行います。決勝まで勝ち抜いてきた4人はこちらの猛者たちです。じゃあ始めます。よい。優勝松浦さん。投票してくださった皆様ありがとうございます。優勝しました。それでは社員ダービーの抽選に移ります。結果は羽賀郡 Y 様です。おめでとうございます。 Y 様にはメールにてご連絡させていただきますので、必ずご返信いただけますようよろしくお願いいたします。続きましてオーナー様チャレンジのコーナーです。たくさんのご応募ありがとうございました。激戦を制した最速王はこちらの方です。スタート。下野市の王様おめでとうございます。タイムは7秒56、麦蔵社員でも1位を争うタイムでした。王様には
LINE にてご連絡させていただきますので、必ずご返信いただけますようよろしくお願いいたします。ここでキーワードの発表です。スポーツスタッキング、結果発表動画のキーワードはんです。この後もまだまだ麦フェスは続きますので、ぜひ動画をご覧ください。それではまたお会いしましょう。